皆さんおはようございます。ジゾマエです。では今日もよろしくお願いします。メッセージが届いています。早速読んでみましょう。前にマウスで絵を描いたことがあったけど、ペンタブレットなるものがあるそうじゃないか。どんなものか教えてくれ。というわけで今回はペンタブレットです。早速レビューしてまいりましょう。今日使いたくなる面白アイテムをご紹介、サクッとレビュー。ヘイオン H610 10インチ×6.25インチ、デジタル USB アートグラフィックドローイングライティングボードペンタブレット。ペンタブレット本体は想像していた以上に薄く軽いです。左側のボタンにはショートカットキーが割り当て可能です。付属の USB ケーブルはこちらのミニ USB ポートに挿します。あとは PC と接続すれば OK と言いたいところですが、付属の CD ロムから Mac 版、Windows 版いずれか該当するアプリをインストールします。また公式サイトからも最新のアプリをダウンロードできるようです。付属のマニュアルは Mac 版と Windows 版があります。内容にはほとんど差はなく、突っ込んだところまでの詳細なマニュアルではありませんが、どちらにも日本語マニュアルページがあってよかったです。専用のペン、単4巻電池が別途必要です。動作させるには一般的なボールペンよろしく、後ろをノックします。持つ部分には2つのボタンが用意されています。デフォルトは右クリックボタンと中央クリックボタンです。これらはインストールしたアプリでカスタマイズも可能です。乾電池をセットするにはペン本体をねじって分解します。ペンを置く台、その台の下にもセットできるもう一つの台、これはペン先を交換するための金具と交換用のペン先4本が仕込まれています。USB ケーブル、タブレット側にミニ USB をつなぐ形となります。付属 CD をブートするとこのようなファイル構成になっています。私は Mac なので Mac ドライバーホルダー内のインストーラーを使ってアプリをインストールします。 ZIP ファイルを解凍し、インストーラーを起動、手順に従って続けるを押していきましょう。インストールが完了、アプリを起動しますとこのような画面になります。詳細設定にて各ファンクションボタンなどをカスタマイズできます。早速 G さんに試してもらいました。初めてのタブレット、初めてのアプリに戸惑いながらもスラスラとのとの風景を描いてしまう G さん、さすがです。筆圧の感度は調整が必要に思います。またマシンスペックにも影響があるのか、私の PC では初動のような羽や止めを腕のように使っても表現できませんでした。スラスラとペンを運ぶよりもややゆっくりめに動かす方が正確な操作ができているように感じました。ここまで描いて G さんの集中力がつきたようです。初見でここまで描けるお年寄りもそうはいないかもしれませんね。拡大や縮小やレイヤーなどもちゃんと教えてあげましょうよ。G さんの趣味の一つが油絵で、地元の絵画コンテストなどにも応募したりしているようです。最近ではコンピュータグラフィックスで描かれた地元の風景などの作品も登場するようになり、本人も絵の具やキャンバスを必要としない新しい芸術というものにも興味が湧いたそうです。 CG は豊富なアプリと各々の機能を使いこなすことで表現の幅も広がるでしょう。 G さん用の Mac もあることですし、これからもぼちぼちとペンタブレットを使ってもらい、絵の具代がかからなくなることにも期待したいですね。